こっちが新しく買った500万画素ですね。ヨウイックっていうんですかね。でサポートセンターも LINE でやってくれてですね、教えてくれました、ありがとうございますって感じで。こっちが4年前買ったんですね。私中国から直接入れたんですけども、今直接入れるよりも日本で買った方が安いですね。中国のメーカーがもうアマゾンで出してるって感じですね。でこれとこれが干渉してたんですね。それはよくあるらしいんですよ。これ Wi-Fi で飛ばすやつだから。でそれが分からなくてですね、どうしたらいいですかって聞いたら、これ右クリックで、システム管理だったかな、これで、OK を押してネットワーク設定でワイヤレス設定か、そうそう、そこチャンネルを変えるだけでよかったんですよ。これが、いろいろあるから、これをこっちに1にして、こっちをその他にしたんですよね。でこれが無線ネットワークでもつながるんですけども、やはり、それをスマホで見る場合はやっぱり弱いですね、電波がね。これは3年前買ったから、その無線ネットワークがついてないんですけども、まあ、Wi-Fi で飛ばせたんですけどもね、これはいいと思ったんですけど、家で自宅でパソコンで見る場合、やっぱり有線で LAN ケーブルつないでないと電波が弱いですね。これ使ってみないと分かんないから、まあ、買う人に参考になるんじゃないですかね。こっちなんていうんですかね、 HO LCO っていうんですかね。こっちが YOWIC ってやつですね。これ時差がありますけどね、ここに映ってますね、動かすとですね、まあ、これで家から見えますね。まだ取り付けてないんですけども、取り付けはメンバーさんの、工事屋さんにお願いするんですけどもね、取り付けも自分でできないことはないから、家庭で使う人なんかはですね、自分でつなげますよね。まあ、自分でつなげる人だったら事務経営者の方もねつなげると思うんで、まあ、今の時代というか24時間事務には防犯カメラ絶対的に必要ですからね。輪白に防犯カメラ 4個追加ですね。今は3つ付いてるんですけど、でこれが8台追加で、こっちが1台見れなくなってるから7台で15台で監視しますからですね。外もつけようと思って、時々警察の方が気に来るんですよね。うち交通量が多いからですね、いろんなことがあるから、これでまたお役に立てますね。防犯カメラの情報でした。こちらが霞ヶ丘につける4台の分ですね。8台まで増やせるんですね。これが300万画素ですね。でちょっとタイムラグがあるでしょう。これ私映ってますけどね、こっちかこっちか、ちょっとタイムラグがあるけどですね、まあこれ結構いいなと思って使いやすいですね。まあ、モニター小さいですけどね、大風雲って。でもこれサポートセンターが連絡取れないんですよね。カメラどこで買ったらいいですかって、カメラあと4台追加しようと思って連絡したんだけど、なかなか連絡はないですね。まあ、これが3万ぐらいだったらいいですよね。であと4台追加しても、まあ、5万ぐらいで8台になるんじゃないですかね。5、6万でですね、もうこれはお得だなと思いますよね。さっき物はどんどん良くなりますからね。私も3年前霞ヶ丘はもう5、6年前つけたやつで有線でつなげてるんですけどね、まあ、あれは結構やっぱ有線は強いですよね。やっぱり防犯カメラ有線にすべきだとは思いますけども、工事が簡単だから時々こうやって新しいのに変えるといいかもしれませんよね。時代とともにどんどん進んでくるなと思って。あと相互にお話ができるってことだったんだけど、それは音がまだ悪いですね。あと2、3年するともう喋れるようになるんじゃないですかね。そうなるとですね、いよいよ24時間ジムはもう防犯カメラ1本でいいなって感じになるんですけどもね。今無人店舗が多いからですね、お肉屋さんとか餃子屋さんとかですね。私もいろんな無人店舗やりたいなって感じですけどね。ちょっと防犯カメラに詳しくなってよかったです。これを霞ヶ丘につけます。これが今度買った防犯カメラですね。どっちともアマゾンで買ったんですけどね、ヨーウィックですかね。これ8台ついて500万画素で7万ちょっとぐらいだったですね。これは大風雲っていうんで、4台300万画素で3万5000ぐらいだったかな。でこちらはサポートセンターが LINE でつながるから、多分あれは外国の方だと思うんです、中国の方だと思うんですけども、一応答えてくれますね。まあ割と正確なことを教えてくれてありがとうございます。こちらはちょっとサポートセンターが見つからないですね。やっぱサポートセンター大事だなと思って。防犯カメラもお安くなってますからですね、その辺のホームセンターでも売ってますからですね。ただ無線だからやはり防犯カメラは有線の方がいいっていうのはもうそれは間違いないことですけどね。工事が面倒くさいからですね。
どん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 無線の防犯カメラも良くなるから次が楽しみだなと思ってね、あと 2,3 年後にまた買うときはですねすごいいいのが出てるんじゃないかなと思って、2テラですかね、ハードディスクも、こちらが1テラですかね、その単位がよく分かんないんですけど、とにかくまああれですね、どん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 進歩して安くなってますね。防犯カメラをちょっとご紹介しました。